2021シーズンの、統括会見を開催させていただきたいと思いますが、まず、チームスローガン協商ということで強くしたたかに、駆け上がるということで、スタートを切りました。トップチームの方はですね、最終成績が、9勝2分け17敗勝ち点21、得点37、失点53ということで、12位と15チーム中12位という結果となりました。まあ、スローガンにも掲げました通り、J2 復帰という思いを本当に現実にするんだということで、臨んだシーズンでございましたが、序盤から開幕戦こそ逆転勝利で勝ったんですけれども、その後調子が上がらずにですね、高木前監督の交代という、まあ、変化を求めるという決断もいたしました。その後キン・ジョンソン新監督に、ご就任いただいてですね、シーズン最後まで戦いましたが、まあ、終盤、まあ、少し、チームの調子も上向いてですね、ホームゲームで、ファンサポーターの皆さんに喜んでいただけた場面もあったんですけれども、まあ、全体的なその低迷というものを挽回するまでには至らずにですね、まあ、ご期待に添えない、結果となってしまったこと本当に申し訳ないなと お詫び申し上げたいなと思っております。観客動員数、2021シーズンが、1万6604名、平均で言いますと、1186名、昨年 と、まあ試合数が違いますので、まあ、単純比較はできないんですけれども、平均値で言いますと、378名の増加があったと。コロナにですね、今シーズンも本当に、大きな影響を受けたシーズンでございましたが、コロナ前が約2300名程度のファンサポーターの皆さんに足を運んでいただいておりました。昨年が800人程度まで減りました。ですので約3分の1まで減ってしまったと。で、今季はそこから、まあ、少し戻してですね、約1200でございますので、まあ、コロナ前の状態の、まあ、半分ぐらいですねには、まあ、回復基調ですけれども、まだまだ影響が大きいというふうに、振り返っております。アルコール類の販売などをしばらく見送っておりましたし、飲食の売店の数も制限をかけ、シャトルバスもですね、運行しないというような、本当に率直サービスが低下するような状態で、ファンサポーターの皆さんには我慢をしていただいたシーズンだったんですけれども、少しずつ、規制の方を緩めてですね、来場者数、席数ですとか、それから、アルコールの販売ですとか、あと大きな声を出してはいけませんというようなところは、引き続きなんですけれども、大旗を振ってもいいですよとか、そういうできる部分をですね、緩和していって、これは J リーグ全体ですけれども、昨年今年と、コロナウイルスに対するその知見というか、対応ノウハウをリーグ全体で、プロ野球さんなどとも、情報を共有しながらですね、どうやってその元の集客の姿に戻っていけるかというところを取り組んでおるところでございます。ガイナーレグリーンクラブファンクラブの会員数ですね、3467名ということで、昨シーズンから 15% 減という数字になっております。前年が飛躍的に数を伸ばしましたので、ちょっとその反動もあるかなと思っておりますけれども、このガイナーレグリーンクラブ、このシーズンのまたぐ時期にですね、力を入れて、ご加入を呼びかけております。もう本当にここがクラブを前に進める基盤となる、制度となっておりますので、ぜひ、多くの皆様にですね、ご加入いただきたいと思っております。ホームタウン活動に移ります。復活公園遊びですとか、ダイナマン体操ですとか、さまざまな内容があるんですけれども、
全県で137回実施させていただいて、延べ参加人数が4444名ということになっております。コロナの前ですと年間まあ300回以上、参加者数も1万2000人3000人というような規模で行ってきておりましたが、前年に引き続きですね、まあ活動の制限があり、そこまでの実施回数にはなっていないということですけれども、こちらも徐々に再開できる部分も増えてきておりますし、力を入れるのをやめたということでは全くございませんので、地域に密着して頑張っていこうと思っております。嬉しいトピックとしましては、まあ、ここに出させていただいておりますけど、昨年から始まった J リーグシャレンアウォーズというもので、2年連続となりますが、私ども長年取り組んでおります、復活公演遊びが、メディア賞ということで、賞をいただきました。2年連続の受賞というのは、全クラブの中でガイナレ鳥取だけでございますので、社長としましても非常に素直に嬉しいなと思っております。皆さんに、ホームゲーム以外でも喜んでいただいて身近に感じていただけるように、今後も取り組んでまいりたいと思います。で今年はですね、コロナ禍もあって、違う風景というか新しいことにもチャレンジしようということで、大山の大きい国立公園ですね、大山ですけれども、で1泊2日のこれは環境省さんとの制度を活用させていただいて、国立公園の良さを体験しようというツアーを、クラブの方で企画をして募集、参加者を募集してですね、で途中復活公園遊びなどの要素も入れて、そういうオリジナルなものをやってみようというようなことも実施いたしました。その他この中部野人スタジアムの施設などを活用してですね、野猿スタジアムという名前で、照明施設を設置し、噴水などもしてですね、夜のスタジアムを楽しんでいただこうというような企画も始めております。夏休みにはノリノリキッズパークということで、鳥取の私どものオフィスの人工芝の部分とこの西武の事務所のスタジアムで電動バランススクーターというちょっと近未来型の乗り物があるんですけども、ね、子どもさんたち向けに、こういう、乗り物の企画もさせていただいて、いろんなことに、チャレンジさせていただきました。いずれにしましても地域の皆さんと本当に接点が増えるように、頑張っていきたいなと思っております。サッカースクールに移ります。スクール生が全県で、327名今東部地区2拠点、西部地区3拠点で実施させていただいております。例年大体この330名が350名ぐらいで参加していただいてですね、体を動かしてサッカーに親しんでいただいてということで行っております。どん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 ここは力を入れてですね、子どもたちの数は日本全国に減っては来ているんですけれども、本当にサッカーの底辺の部分でございますので、取り組んでまいりたいなと思っております。アカデミーの方、アンダー15、アンダー18、中学年代と高校年代ということで、活動しておりますが、ユースチームの方はですね、プリンスリーグで最下位と、来年からはまた県リーグということになるんですけれども、所属のリーグはさておきですね、トップチームで活躍できる人材がこのアカデミーから育ってくるということが本当に地方クラブの大切な大切なところでございますし、今リーグ全体としても世界のサッカーにキャッチアップしていくにはやっぱこのアカデミーの充実というかアカデミーのレベルアップというか、ここが非常に大きなテーマであるということで、J リーグ自体も取り組んでいるところでございます。私どもも参加させていただいておりますけども、J エリートリーグというのが立ち上がっておりまして、まだ全クラブ参加ではございませんが、こういうトップチームの若手選手とそれからアカデミーの高校年代の選手たちが真剣勝負をやるというような舞台も整ってきておりますので、
私どもここには非常にあのいい意義を感じているところであるんですけれども、あの今後もそういうトップチームから子どもたちのところをしっかりとつないでですね、あの選手たちがどんどん出てくる環境づくり、あの試合環境づくりに取り組んでいければなと思っております。協会規制部長を務めております吉野です。シーズン開幕直前に、思わぬ形で突然、仲間を失ったり、シーズン途中の監督交代、それから先ほど、塚野の方からありましたけれども、大敗を喫する試合など、なかなか結果が伴わない非常に現場としても苦しいシーズンだったと思います。あの細かなことを挙げればたくさんあるかと思いますけれども、私の方からは、3点、大きく3点あの総括をさせていただきたいなと思います。まず1点目はですね、サッカーにおいて大事な、中心縦ライン軸、中心軸をなかなか定められなかったという点は大きく、この結果になってしまった原因の一つかなというふうに思っています。あのリーグ最終盤に差し掛かってですね、例えば瀬瀬選手の成長だったり、糸原選手の若手の頭角、それから本来、持っているクオリティ、石川大地選手のクオリティの表現、それから田口選手の復調だったりというところが出てきましたけれども、この縦ラインの軸をしっかり定められなかったことによって90分の試合、さらに大きく言えば1シーズン年間を通して甲府町の大きな波を立ててしまったんじゃないかなというふうに思っております。それから2点目、これ1点目にちょっと付随するのかなというふうに思いますけれども、今シーズン特に、怪我人が続出してしまいました。まあ、メディカルスタッフともこの辺の原因追及をしていかないといけないなというふうには思っておりますけれども、新加入選手にか、で言いますとプレシーズンの時に、相次いで離脱者が出てしまったというところ、それから一昨年昨年と昇格争いを経験した主力選手、今年も、主力として、期待しておりました、新井光選手だったり石井光輝選手、それから安藤和也選手で、夏前ぐらいにはですね、郷里直哉選手がこの長期離脱というところが、本当に我々チーム現状のチームにとっては、本当にチームとして痛手な離脱になってしまったと思います。さらに言うと、1、2週間だったり1ヶ月程度の怪我人が、相次いで、チームから離れてしまった現状もありましたので、チーム選考、スタメン選考などを考える上では本当に難しいシーズンになってしまったのかなというふうに思っています。あのメディアの皆様はご存知かと思いますけれども、金監督になってからこの、怪我をしない体作り、怪我をしたとしても、早期復帰を目指す体作り等々を目指しですね、クラブとしても東京の方からフィジカルコーチを月2回ほど呼ばせていただいて、毎回の練習冒頭40分ぐらいですかね、筋力トレーニングをしてからトレーニングを再開しています。あの若い選手が多いのでもう少し早いタイミングでリアクションが起きてくるかなとは思いましたけれども、シーズン終盤の方に、ようやくその兆しといいますか、体の無理が効いたり走れるようになったりっていうところがちょっとずつ出てきた、成果が出てきたのかなというふうに思っておりますので、このあたりは引き続き来シーズンも継続してやっていきたいなというふうに考えております。それから3点目、これちょっと言葉のチョイスが難しいなと思ったんですけども、まあ、メンタル面の弱さといいますか、まあ、サッカー選手としてまだまだ自立をしていない、逆に言うと我々スタッフ側から言うと選手一人一人をもう少し自立をさせてあげれるようなアプローチができたのではないかという点です。現在、契約交渉のためにシーズンが終了してから一人一人と選手一人一人と面談をしました。まあ、その中で多くの選手が、うまくいかなかった時にどうしていいかわからない、
なかなか ネガティブな状態から抜け出せなかった、それから、まあ、引っ張ってくれる選手がいなかったっていう発言をしております。少し私はちょっとその発言に対してはちょっと違和感を感じましたし、現状のチームを物語ってるなっていうふうに感じております。金監督はですね、シーズン中よく、まだまだ主導権がベンチにあるっていうふうに発言をしているんですけれども、やはり、ピッチ上で起こり得る、局面をやっぱり瞬間瞬間に目まぐるしく状況は変わっていきますので、やはりそのピッチ上にいる立っている選手たちがその状況を判断して、思考して、決断して実行していかなくてはならないと思っております。まだまだこの辺は選手たちをこう成長させるためには、選手一人一人を自立させていかないとこの行動に移っていけないのではないかなというふうに思いました。終わり3試合ですね、ちょっと3連勝に持っていけたというところに関して言いますと、このあたりが少し変化が見られました。試合に向かっていく姿勢だったり、ハーフタイムのロッカールームでの選手の会話が具体的になっていったり、自分たちから起こしていこう、自主的に能動的にやっていこうというところが見られましたので、やはりここの部分は若い選手を保有している私たちにとってはすごくキーポイントというか鍵になってくる部分なんじゃないかなというふうに感じております。簡単にですけど、この3点というところは来季に向けてもしっかりと改善していかないといけない部分かなというふうに思っております。来シーズンの J3 リーグはですね、JFL から1チーム、それから J2 から4チーム、落ちてくるという、本当に近年まれに見る過酷なリーグになることが予想されますので、このプレシーズン現状の選手を、来シーズンもしっかりと維持するように、それから、今回の反省を生かしてですね、選手補強を、このプレシーズンにしっかり行って、来季のスタートをしっかりスタートダッシュを切れるように準備をしていきたいと思っております。